んにちは、月島です。このレゴのドリッパーも作ってから1年くらいになるので飽きてきました。今回は、テンセグリティドリッパーにしてみましょう。とりあえず、基本のテンセグリティ構造はこんな感じ。下板と上板があります。この別々の板をチェーンで結びます。どの家庭にもあるレゴのチェーンです。できました。なんということでしょう。上板より下にしかチェーンがないのに、上板は浮いています。ちょっとバランスを崩すと簡単に倒れます。これがテンセグリティですね。ビョンビョン。コーヒードリップに頼るくらいのサイズで作ります。前のドリッパーの上部分にチェーンをつけます。大体でいいわね。つきました。当たり前ですが、この時点では浮かないですね。もう2箇所くらいチェーンをつけます。上枠と下板に2箇所の柱を立てます。その柱に短めのチェーンをつけます。できました。よいよい。ちゃんとテンションかかってますね。強度がやや不安。上に乗せる折り紙のサイズに棒を刺します。このくらい？とりあえずコーヒー作ってみよう。ビヨンビヨンしておる。折り紙ドリッパーと豆とお湯の重さに耐えられるでしょうか。怖いので、キッチンじゃないところでやっております。大丈夫でした。ビヨンビヨンする以外は、普通に使えるわね。美味しい。